段ボールだらけから幕開けた日々は想像よりも少しだけ忙しく過ぎていってる。片付くことを知らないこの部屋はなんだか他の誰かの暮らしから借りてきてみたいだ。まっさらなノートの上一文字目を書き出すようにして、期待感と不安感が混ざったインクに浸した心で互い違いに歩き出した僕ら両足は、どんな未来のアスファルト踏みしめていくんだろう。いつそこをすり減らしてドアの向こう側まで遠くて不確かでぼやけてる理想像も追い越すような奇跡を描いてみせるや、いつか来た、いつか来た。思い違いだらけのめちゃくちゃな過去を振り返るたび未熟さにむずがゆくなるけど、定規で書いたような将来のひな形を知らぬ強さに、なぜだか僕らは不可思議に救われたりする。暗い部屋に鳴り響いた誰かの鼻歌、声ですぐに分かったよ、ずっとここにいたんだろう。君が僕に歌い継いだいつかのラレルレ、胸ポケットで密かに呼吸をしている夢ならば、必ず僕がちゃんと叶えてあげよう。固い誓いは今立てよう。違い違いに歩き出した僕ら両足は、どんな未来のアスファルト踏みしめていくんだろう。靴底をすり減らしてドアの向こう側まだ遠くて不確かでぼやけてる理想像も追い越すような奇跡を描いていけるよ。そして遥か先を行く、どっかの僕が迷わないようにまばゆい光放ってみせるよ。いつか来た